エリナー・ファージョン。エリナー・ファージョンは、イギリスの児童文学作家、詩人、ロンドン生まれ。父は、ユダヤ系作家のベンジャミン・ファージョン。母は、アメリカ人女優の娘。家庭で教育を受け、膨大な父の蔵書と、家に訪れる数多くの芸術家たちの会話によって、知識と想像力を養った。1916年に出版された子供向けの詩集、ロンドンので、 作家として認められ、21年に発表した連作短編、リンゴ畑のマーティン・ピピンで童話作家としての地位を確立。以後、年取ったバーやのお話かご、街角のジム、ガラスの靴、銀色の死儀などの作品を次々と発表し、55年には次戦短編集、麦と王様で、カーネギー賞と国際アンデルセン賞を受賞。また、 古いゲール民謡に死をつけ、31年に発表した三美歌、世の始めさながらには、71年にイギリスのシンガーソングライター、キャット・スティーブンスによって、モーニング・ハズ・ブロー君としてカバーされ大ヒットした。その他、ファージョン時伝私の子供時代、エドワード・トマス、最後の4年などのノンフィクションがある。日本でも、石井桃子らの訳によって、早くから紹介され、 良質で温かいユーモアを称えた作風にはファンが多い。なお、イギリスでは彼女を記念して、エリナファージョン賞を制定し、毎年優れた児童文学作品を表彰している。ありがとうございます。